持明院は平安時代末期から江戸時代にかけて平安京北郊に存在した邸宅及びその邸内にあった寺院。現在の京都市上京区安楽工事町の三ツ照院の付近にあった。鎌倉時代以降には仙洞御所や里内裏となり、持明院邸の由来となる。邸宅を持明院殿、また寺院を安楽公院、安楽行院とも称す。はじめ鎮守府将軍を務めた藤原元頼の邸宅であった。12世紀初頭、元頼が邸内に持仏堂を建立し持明院と名付けた。元頼の子、藤原道元は持明院を拡充して、次号を安楽公院と改め、持明院を家の号とした。鎌倉時代、持明院元家の娘陳氏は森貞親王の妃になり、茂仁親王を生んだ。承久の乱後、後堀川天皇が即位すると、父親の森貞親王には、太上天皇の尊号が贈られ、あと高倉院を院号として、ここで院政を行い、持明院宮と呼ばれた。続いて、後堀川天皇も退位後にもここを御所として、院政を行った。森貞親王系の断絶後も、後嵯峨天皇、後深草天皇の退位後の御所となり、後深草天皇の系統の伏見上皇、後伏見上皇、花園上皇、弘厳上皇、光明上皇はいずれも、持明院殿を御所とした。また、一時期、崇光天皇の代理ともなった。この系統を、持明院邸と称す。ただし、森貞親王系の断絶後は、後堀川天皇の巫女であった室町院が持明院を御所とし、その没後に伏見上皇が継承したことが持明院邸の持明院所有の短所であり、後深草天皇は外祖父である西園寺実氏が彼のために献上した冷泉富小路殿で生涯の大半を過ごしたとする指摘もある。対立関係にあった亀山天皇の系統は亀山天皇が退位後に大覚寺を御所としたことから大覚寺邸と呼んだとされるが、こちらも後宇多上皇の居住を大覚寺等の短所とする説が有力である。後光厳天皇の1353年2月の火事により焼失すると、安楽公院一同を残して、邸宅部分は以後荒廃した。安楽公院は公儀門院の命によって再興され、室町時代にも持明院等関連の仏事等が、行われ、江戸時代には遷入寺途中とされた。応仁の乱後に、後伏見天皇の王女真子内親王ゆかりの三ツ照院が移転したとも伝えられ、移転後の一時期は、三ツ照院も安楽公院を名乗っている。また、持明院に残った安楽光院を現京都市伏見区深草に移して、深草法華堂としたとする伝承もある。深草法華堂には、後深草天皇以下12名の天皇の陵墓が置かれ、17世紀後半に安楽行院として再興され、廃仏毀釈まで残存した。近藤誠一、代理と、院御所、書集、近藤、鎌倉時代政治構造の研究 ISBN 978-4-751746-509。ありがとうございます。